ハマドビン・イーサ・アール・ハリーファは、初代バーレーン・マリク。アール・ハリーファ家の君主としては、第11代にあたる。バーレーンの生態を絶対君主制から、立憲君主制に移行させ、議会政治の復活や女性参政権の確立など、大規模な民主化政策を断行した。実名のハマドビン・イーサ・アール・ハリーファは、ハリーファ家のイーサの子、ハマドの偉であり、個人名は、ハマドとなる。 称号については、即位直後は伝統的な君主号である主張を用いていたが、2002年に国名がバーレーン国からバーレーン王国に変更されたことで国王となった。イスラーム圏では通常、貴人や年長者、指揮者に対して尊称であるシェイクを名前の前につけて呼ぶが、ハマドの場合はより行為の国王号を有するため、付さないのが普通である。以下の略歴は、 エンバシー・オブ・ザ・キングダム・オブ・バーレーンによる、1971年のイギリスからの独立後の、バーレーンは、1975年に議会を停止し、絶対君主制を形成していった。これに対し、1999年3月、主張に即位したハマドは大規模な民主化政策を断行した。まず1999年6月、特殊令を発布し政治犯の釈放と、 国外追放処分者の復権を行った。2001年には治安維持法と治安裁判所を廃止した。最も大きな改革は2002年の憲法改正である。これによりバーレーンは王政に移行し、任政の議会が設立され、男女平等の普通選挙制も確立された。この時点でハマドの地位も主張から国王へと変化した。 これらの民主化に向けた政策は欧米からは高く評価されている。一方では、反ハ,ハマド政権の市民数百人を政治犯として逮捕、拘束、虐待などの弾圧をしており、度重なる市民デモによる抗議やアムネスティなどの人権擁護団体から政治犯の釈放を求められている。憲法改正後の現在のハマド国王の権限は以下のようなものである。国王位は、 アール・ハリーファ家の世襲制と憲法に規定されている。イスラム教スンナ派を信仰する。しかし、国王及び内閣の多数のポストを占めるアール・ハリーファ家がスンナ派で、ある事実はシーア派住民の割合が高いバーレーンにおいて治安上の不安要素になっており、シーア派の反政府でも抗議集会と治安部隊の衝突がたびたび発生している。趣味は高がり。 ゴルフ釣りテニスなど、ワールドカップへの初出場を目指すサッカーバーレーン代表には国を挙げた援助を行っているほか、中東地域では初の F1 誘致にも成功し、自身のスポーツへの興味を国威向上に役立てている。また、皇太子時代から設立、発展に携わり、現在も最高司令官を務める国防軍への思い入れは強い。 バーレーンで発行されているジューディナール紙幣に肖像が使用されている。2006年、アメリカ訪問時のサルマーアン王大使。右は、当時のラムズフェルド国防長官。第一夫人はいとこにあたる、サビイカ王妃であり、他にも妻がいる。子女は五男一女の六人がいる。ありがとうございます。